はい、おはようございます。ただいま9時30分、埼玉県狭山市の荷下ろしが終わりました。ありがとうございます。よいしょ。さあ、前回ね、会社から出てきて今日の卸しが狭山と小川町って言ってましたけど、はい、今狭山の方の荷卸しが終わりました。あと今日は小川町、あと昼から、まあ昼12時ぐらいにめがけて行って、でいつもの小川町を下ろしてピューッと行きましょう。下ろし時間が決まってるんで今日はしゃあない。もうちょっと休んときゃよかったかな。でもあんまり休みすぎると、もし荷下ろし場で芝で詰まっとったらと思って、ちょっと9時ぐらいに入ってたんですけど、しかも今回下ろしたパレット2山ぐらいしかなくて、別に早かったんですけど、うん、ちょっと詰まっとるなと思って行ったら全然ガラガラすんなり下ろして、ちょっと予定が違ったみたいなやっちまったって感じでした。もうちょっと遅くてもいいかったみたいな。しまった、予定では9時ごろ入って、まあちょっと待たされて下ろして、まあ10時ごろかなとか思ったのに、30分早かった。今到着予定が10時20分、1時間半ぐらい待っとかないかんかな。まあ、ここから1時間。ちなみに小川町まで37キロ。しまったな、もうちょっと遅くてもよかったかな。9時半ぐらいに入ってきゃよかったかな。しまったな、9時半ぐらいに下ろしてくればよかったかな。今日はちょっと時間をロスしちまったな。そんでも朝は結構遅めに動いてるんで、まあ大丈夫だと思いますけどね。昨日、まあ、前回通った道を通って戻りたいと思います。とりあえず今国道16号、久々の16号、これ通って、で、あと昨日通ってきた254で行くんですけど、どこやったかな、なんか県道南郷線だか左に曲がるところがあるので、そこ行くと254にショートカットができるので、そっちから行きましょう。さあ、ぼちぼちと行きたいと思います。とりあえず、まあ、その交差点どこも上がって、あと254入って254をひたすら行きましょう。ではちょっと気をつけながら行けます。
今、はい、埼玉県小川町の荷下ろしと積み込みが終わりました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまの時刻1時50分。はい、まあ、とりあえずペペッと下ろして積んで、である程度走ってきました。さあ今日も無事になんとか荷下ろしと積み込みが終わったので、ありがとうございます。よいしょ。さああとは向かっていきましょう。とりあえず今日は天気も晴れとるし、トラックは汚れてますけど、まあどうしようかな、塩尻で洗おうかなとか思いましたけど、どの道週末までまだまだこの仕事が続きそうなので、でしかもさっき歯医者の人がと電話してたんですけど、なんかトレーラーちょっと整備に時間がかかるらしくて、なんか3月の末ぐらいになっちゃうそうです。嘘やろーって3月の末かみたいな。まあとりあえずあとはなんか練習をしなくちゃいけないので、その練習する日もちょっと今聞いときますってことなんですけど、トレーラーが待つか、3月中って言ったんですけど、なんか遅れとるみたいです。とりあえず今週は今のこの福井小川便が入っているので、どうやろうな、早めに練習したいな。わりかしなんか遅れてるみたいですよね。早くしてくれ、早く仕事をさせてくれ。よいしょ。まあ整備がどのぐらいかかるんかちょっとあれですけど、よいしょ、まあ、整備工事も人手不足で結構時間がかかるっぽいんで、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、まあ、あと登録やら何からもあるんで、まあ仕方ないか。ちょっと1ヶ月遅れちゃったよ。楽しみしてたみさん、ちょっとすいません、ちょっと1ヶ月ぐらい遅れます。半ばに来るって言っとったのに、あれかあれか、ちょっとあれやな、早く乗りたいな。まあ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 仕方ない、仕方ないのでちょっと我慢したいと思います。まあとりあえず乗れないっていうわけじゃないので頑張っていきたいと思いますよ。まああとはちょっと気をつけていきましょう。とりあえずまた254でひたすら長野県のあたりまで行きましょう。ちょっとトレーラーくれるよって話でした。ちょっとショック、ショックだ、ショックだ、早く乗りたい、俺も早く乗りたい。まあ、そんな感じでちょっと、まあ、まあまあ事故なく行きたいと思います。よいしょ。ではベッド行っちゃいましょう。はい、さあ走ってきました。まあ、長野県って言ってましたけど、ここはまだ群馬県下仁田町。なんとなんと、トレーラーの話なんですけど、
また進展がありました。とりあえずなんか来週からなんかトレーラーの練習になるらしいです。で金曜日この調子でいくと福井で空車になるんですけど、そこでなんとトラック、このトラックを降ります。なんとそこでこのトラックを降ります。よいしょ。なので今週いっぱいでこのトラックもお別れなります。ありがとう、このトラック。4年5年間ありがとう。とりあえずお別れです。で来週からはトレーラーの練習をしなくちゃいけないので、ちょっとばかしトラックの走行動画は今週いっぱいで終わりかな。あと練習風景はちょっと映せないので、その間はまあご報告動画かな。またトレーラー乗り出したらまた復活しますけど、それまではちょっとご報告動画にしたいと思います。では今回はここまでにしたいと思います。トレーラーのご報告でした。なんかすごい今日浮き沈みが激しいぞ。沈んだり上がったりって感じです。ありがとうございます。ではまた。